4週目の1本目です。ここに頂点が上にある上の三角形があるので、隣には風車ができるはずです。なので2本1本拾うと、まず ここを見ると風車の出来かけがあります。風車の出来かけができました。でこっちを見ていくと上の三角形ができました。その下には風車、6本で1つの形になる風車ができそうです。なので風車を作っておきます。で端に風車ができた時、右端に風車ができた時も竹を全部下に下げておいてください。でここ風車の出来かけができそうなので1箇所組み替えます。回します。上の三角形の隣には風車ができるので 1、2、3 本と、ここにも風車の出来かけがあるので1、まだここにはないですけど、きっとここに1本入った時に 1、2、3 N の形みたいになるので、今あるのは1本2本、これを拾います。そうするとここに風車の出来かけ、上の三角形、下の三角形、上の三角形、下の三角形、風車の出来かけ、下の三角形ができました。なので今一番端には下の三角形ができているので、端、竹の端は下に下ろしておきます。次こっちを見ていくと風車の出来かけで、その後は形はできそうにないのでこのままで OK です。で1箇所2箇所2箇所ここには、風車の出来かけと上の三角形ができそうなので組み替えておきます。回します。上の三角形があるので、ここには風車の出来かけがあります。なので 1、2、3 本と、ここに風車の出来かけがあるので 1、2、3 本、 1、2、 本当だったらここに1本あって 1、2、3 になるんですけど、今はないのでこの2本を拾います。そうすると風車の出来かけ、上の三角形、下の三角形、上の三角形、下の三角形、風車の出来かけ、下の三角形ができました。一番端に下の三角形があるときは必ず残りを下に下げておきます。で1箇所2箇所風車の出来かけと上の三角形を組んでおきます。回します。上の三角形があるので 1、2、3 本と 1、2 本、5本拾って、下の三角形ができたので下に下げます。で1箇所2箇所組み替えますと、次回します。1、2、3 本と 1、2 本拾って、下はこちら下げておきます。で2箇所組み替えます。回します。風車の出来かけと上の三角形、風車の出来かけがあるので 1、2、3 本、 1、2 本拾います。
端を見るとここに下の三角形ができたので竹の端は下に下ろしておきます。こっち見るとここには上の三角形ができそうなので組み替えます。で、1箇所、2箇所、3箇所下の三角形、風車の出来かけ、上の三角形ができそうなので組み替えます。この上のところもここに下の三角形を作ったので、この竹の端っていうのはここに下の三角形が上に出てこないように全部下に。もできそうなので組み替えます。で、1箇所、2箇所、3箇所上の三角形、下の三角形、風車を作っておきます。回します。風車の出来かけ、上の三角形があるので1、2、3本拾って、1、2、3本拾ったってことは隣1、2、3本上を通るので、残りの1、2本は下を行くっていう見方もできます。1、2、3本の下を通って、1、2、3本の上を通ったので端は3本上通って、次また下を通るっていう風にも見れます。
で上の三角形、下の三角形、風車を作ります。回します。風車の出来かけと上の三角形を拾って、上の三角形ができて風車の出来かけがあるので下に下げる、上の三角形ができそうなので組み替える、下の三角形ができそうなので組み替える。 1,2,3 箇所上の三角形、下の三角形、風車を作ります。こうやっていくと鉄線を編むことができます。